ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルはサガントスガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは開幕スタメン予想サガントス編。よいしょ。というわけで、先日 J リーグの日程も発表されまして、いよいよ開幕を待つのみというような形になってきましたけれども、はい。まあ、今回は開幕戦の相手がサガントスはサンフレッチェ広島ですよね。はい、そうです。じゃあ広島戦の開幕スタメン予想をトスサポーターのタッキさんにやってもらいましょう。任せてください。どうすか、新監督で選手も大幅に入れ替わって結構難しいんじゃないですか。いや結構難しいね。特に大卒組とかやっぱ期待されてる選手多いけど、うん、どこまで実際やれるのかみたいなのは全然わかんないですから。大卒をいきなり開幕スタメンに入れてると、ほんまどこでどうやって収集してんって感じだけどな。だから正直大卒は期待しながらも僕の予想には入ってないですね。いやそれはね、もうしゃあないさ。だってわかんないですもんね。まあね、大学時代の情報とかは入ってくるけどね。うん、やっぱ都市に大卒ルーキー大活躍の都市やっぱあるから。はいはいはい、そうですね。まあ期待はね多分みんなしてると思うけど、ちょっとね、情とか自分の知ってる範囲内で組んでみました。なるほどね。じゃあまあ開幕予想と言いつつ、ちょっとトスサポータータッケさんの、まあ、こんな感じにしてくれたらいいなみたいな気持ちも入ってると。そうそうそう。なるほど。じゃあまず河合健太さん率いるサガントス、フォーメーションはどうですか。いやまずね、多分河合監督はこれしか使わんと、うん、このフォーメーションみたいなのはないと思うんですよ。あ、なるほど。愛媛の時の就任コメントとかでもフォーメーションは特に決めてなくて、うん、っていうのがあったんでね、うん、そのいる選手の良さを出させるというか。なるほどなるほど。なんで、まあ、僕が考えたのは 4-2-3-1 です。おお、 4-2-3-1、はい、去年とは、まあ、去年をね、表記の仕方はちょっとあれですけど 3-1-4-2 みたいな感じでしたから、うん、結構変わりますね。おそらくですけど去年と全く同じ形ではやらないでしょう。さすがに左右非対称のあの形を継続するとは思えないんで。なるほどね。よく変わったしね。まあまあもうちょっとなんていうかな、あと2列目のアタッカー結構豊富かなと思うんで、そこを、ああ、はいはいはい、形にしてみました。なるほどね。じゃあまずはゴールキーパーは、まあ当然ね、パクでしょう。まあまあパクでしょう。パクでしょう、それは。今シーズンもパクからしっかりビルドアップしていくっていうサッカーを構築するんすかね。いやー多分ね、まあ、言うなんていうのかな、コメント的にはやっぱボールも持ちたい、保持して試合支配したいっていう感じだと思うんで、うんうん、まあ、そこはパックでしょうね、おそらく。まあ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 、はい、まあ、もちろんね、セービングのところでもしっかりやってくれますから、まあ間違いないでしょう、はい。じゃあ4バックはどうですか。4バック右から E の選手、うん、島川選手、エドアルド選手、うん、中野真也選手。おー、なるほどね。まあちょっと去年からのベースの選手たちをここは起用と。そうやね、ここは特にね、センターバックとか、まあ、ソッコもいるし、うん、まあ大卒のね孫選手とかもいるし、はいはいはい、孫大河選手、
ちょっとわからん部分はありますけど、まあまあ安定はしてるかな、2人ともベテランやし、センターバック。で、まあ右のいいのも、まあ、小泉いいのどっちかで迷う部分もありますけど、はいはいはい。より縦の推進力ということでいいの選手。なるほどね。で、まあ左はね、まあ期待大の中野伸也選手ということで。なるほど。ソッコ選手とエドアルド選手かなって思ったんですけど、まずはファーストチョイスは島川選手なんですね。そうやね、そこね本当に迷うとこではあるけど、どっちにしてもそうなんやけど、うん、ソッコにしたらきっと置きに行きすぎたかなっていう、ね、ただただ味を出したかっただけ。島川選手が攻めてるわけではないけど、去年とあんま変わらんやけみたいなったらあるなって。あ、なるほどね、なるほどなるほど、まあそこはじゃあ、はい、なるほどね。まああとここで言うと新加入選手はね、ジエゴ選手とか左サイドバックいますけれども、まあ中野伸也選手で行くだろうと。まあジエゴ選手も期待はされてると思うんですよ、だいぶ J1 で、ね、うんうん、出てた経験もあるし。そうやね。ただそのポジション争いに負けるのは中野伸也っていうサポーターも多いと思うんで。なるほどね、うん、まあそこをね、あの、まあ、外国籍選手にも負けずスタメンを勝ち取ってほしいと、うんうんうん、いう気持ちです。なるほど。まあここはじゃあ開幕スタメンどちらがピッチに立ってるかっていうのもすごい楽しみではありますけれども、タッケ予想では中野伸也選手と、まずは。そうです。なるほど。でまあ右の E の選手はまあ異論なしでしょう。そうね、うん、まあ文句はないでしょう。じゃあ次ダブルボランチいきましょうか。ここはね、藤田選手と福田選手で、おお、復帰組ダブルでいく、復帰ダブル、ここは。なるほどね、復帰友情タッグで。なるほどね。そうか。まあここは、まあ、小泉選手がね、去年は最後の方アンカーというかそこでやってましたけれども、うん、そう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 、多分まあ、うん、大きく見るとその3人でこの2枠をっていう形だと思うんですよ、うんうん、なるほどね、うん、まあどうかな、まあ、正直その3人誰が入ってもおかしくはないんだけど、うんうん、まあ俺福ちゃん好きやし。でも藤田選手はね、やっぱこの経験値というか、はい、そういうところでね入ってくるんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。あとセットプレーもやっぱ期待できますよね。まあ質のいいキック持ってますからね。うん、ロングスローもできるし。でも藤田選手をそれロングスローとしてこう使うのであれば、もうワントップは高い選手ということですか？いや、ワントップは高いんかな。まあまあ、ちょっとワントップはじゃあ後にしておきましょうか。ああ、なるほどね。高いかって言われるとそうじゃないと思うけど、強さは選んでます。いやまあでもこれダブルボランチがね、もう福田選手藤田選手ってもう復帰組とはいえ新戦力ってなると変わったなって感じしますね、トス、うん、いや本当にチームが。でもあれやんな、なんかもうまあ僕の手元にはありますけど、こう見ると半分ぐらいは残ってんのかなって感じやな。ああ、選手？去年から選手が。いや、半分残ってるって、半分抜けてたらすごいで。あ、そう？変わった変わったって言われるからさ、1人2人しか残らんのかと思ってたけど、結構残ってる。いや、主力11人の中で半分抜けてるって結構やと思うけどな。まあまあ、そんだけ補強してますから。うん。まあでもこれは、期待っすね。福田選手、藤田選手。去年もそれぐらい抜けたんちゃうかな。ああ、そうか。
本当にだって J2 からの新加入の選手めちゃくちゃおったやろ。まあ、ね、これぐらい変わるもんなんですよ。じゃあ、ダブルボランチは復帰組の2人を使って、まあ、層が厚いって言ってた2列目3枚、どうですか、はい、ここはね、ちょっと並びは不明なとこはあるけど、まあ、僕の予想では右から、うん、宮代選手、はい、小野裕二選手、お中野義弘選手。おお、なるほどね。ほう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 。まず、右は宮代選手。はい。まあ、ちょっと迷うんだけどね、これは。まあ、かなり、もう開幕スタメン、高く評価してると。いや、宮代選手の評価はだいぶ高いでしょ、正直。うん。どこに置くかっていう問題じゃないですか、とは。僕はスタメン4と入ると思ってるんですけど、うん、なるほどね。だからこの3枚の位置関係というか、あれはまあまあ、そんなに絶対ここっていうのはなくて、うんうんうん、僕のイメージではだから両右も左も攻撃の時になったらちょっと中めにね入って、うんうんうん、特に右サイドとか、まあ、左もですけど、そのね、あの 幅はサイドバックの選手が取ると、はい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 、はい、いうのが僕のイメージです。なるほどね、まあ、そこはあれですよね、去年もやってたサイドバックのスペースを空けてみたいなのねやってましたから。だから中野義弘選手も宮代選手もちょっと内目でねプレーしたり。なるほど、まあ、時には、まあ、中こもっと前にある、うん、そんないろんなバリエーションが出ると楽しいですけど。いや、小野裕二選手開幕スタメン結構抜擢なような気がしますけれども、ちょっといきなり飛ばしすぎんな。まあね、ちょっと開幕のテンションにねちょっとつられて飛ばしすぎると良くないけど、いやでもやっぱ新10番開幕ピッチに追ってほしいでしょ、うん、これじゃあ藤田選手、福田選手、小野選手って復帰組が全員揃って先発してると。そうそうそう。すごいな。なるほどね。だからベテランで中央をちょっと。なるほど。まあまあそこにこう精神的支柱みたいな選手をちょっと置いて、脇の部分はこう若手の息のいい選手をこう採用するということですね。いや、宮代選手は、だいぶ期待高いっしょ、これ。そんなことないんかな？いや、もちろんね、期待は高いと思うんですけど、確かに、ただ、ここの2列目の選手は、まだまだ本田選手とかね、そうそうそう、西川潤選手とか、いますし、そうそうそう、いや、ここ、いや、本田選手、西川選手って言われてても、全然ね、なるほどねっていう選手だと思うんで、多いっすね、そう考えると。いや、そうなんですよ。本田風一選手もね、まあサポート的にはね入ってほしいんですけど、うん、ちょっと去年ねあんまり後半の特に出番がなくて、今年なんとしても挽回してほしいという気持ちはありますが。なるほどね。ちょっとここはジョーカー的な起用ということで。ああ、まああとね、新加入の堀米選手とかもいますよ。しかも大卒の選手とかもこの辺絡んできたりもするのかな、やっぱ。なるほどね。いや難しいね、そう考えると。そう、まあ、だから別に正直2トップでもいいねんけど、まあ、ちょっと 1.5 列目みたいな使い方みたいなもできそうやしね。そうそうそう、確かにここの人材はほんま豊富やし、なんか将来楽しみな選手っていう言い方になるかもしれないですけど、なんかめちゃくちゃ息がいいっすね、みんな。そうなんやな。だからね、ま、小野裕二の勝を中心に重鎮が真ん中にいてもらってね。そうそうそう、もうちょっとでも緩いプレッシャーやっぱ怒られるから
厳しいからね、小野雄二は、うん。じゃあ、最後、一番前、ワントップ、どうすか。ワントップと来れば、やっぱ柿田選手でしょう。まあ、ここは新加入、柿田選手に期待ということですね。うん、まあ、岩崎選手もね、期待はだいぶしてるんですよ。うんうん、期待はだいぶしてるけど、まあ、柿田選手の方がちょっと上かなっていう気持ちはあるよね。まあ、タイプがね、全然違いますし、うん、まあまあ、シーズン進んでいけばね、共存みたいな可能性も全然あるとは思いますけど、まあ、このタッケが予想するフォーメーションのワントップっていうところに限ると、まあ、柿田選手ということですね。じゃあね、うん、だから岩崎選手はこれ下手しい2列目とかできるんかなとか思いながらね。まあできそうやな、全然、うん、例えばこの右のね方において、あの日本代表の岡崎的な、ああはい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 、ちょっとサイドハーフというポジションながらも動きの中でもフォワードに入ってくるみたいなね、点取り屋になれるということですね。とかも面白いけどね。確かにそれはおもろいな。なんか何でもできる、これはもはや選手の特徴を見ててもどこで何でもできそうな選手がやっぱ多いですね、トスの選手は。そう、小野雄二だってフォワードできるし、うん、中野義弘選手だって去年ツートップの企画みたいなのやってたし、うん、何でもできる、ほんまに。なるほどね。まあ、ただここは柿田選手に、まあ、ちょっとまずは、ね、これまた期待高いでしょう、うん。まあ、前線からのね守備も頑張ってくれそうな選手ではありますし、全然できるよ。というかもうトスちょっとやっぱ去年得点されたイメージが残ってるんで。ああそうかそうか。あと宮代選手とのねこのコンビネーション、うんうん、連携面も期待できるし。なるほどね。いやこう見るとなんかあのね、なんていうんですか、シーズンオフシーズンの補強の成績みたいなのが出てて、トスダントツ最下位やったけどはいはいそんな悪いかなって思うけどね。まあどうしてもね主力があれだけ抜けちゃうと悪くはめっちゃいますけど、いや加わってきた選手たちはもう全然ね、あの J1 でもバリバリできるような選手なんで、そうそうそう、まあサポーターとしてはそこまで悲観的じゃないんじゃないですか、もしかしたら、うん、考えてても、まあ、この選手しかおらんとかいう状況ではなかったよ、うんうんうん、ここに来てもう選び放題やなと思いましたよいやしかも石井海星選手もね、そうそうそう、戻ってきましたよ、うん、石井海星もねちょっともう一皮抜けてほしい、うん、まあだから本田風地石井海星はジョーカーでね2人とも。なるほどね。開幕は、まあ、そこで途中出場から結果出してスタメン奪うみたいなのがよくできたストーリーです。いや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 、いいじゃないですか。はい。まあね、なんせ、新しい監督でね、まあ、キャンプインもしたばっかりというところで、情報が少ない中で、まあ、これからね、いろいろ、もしかしたらこういうフォーメーションでいくんじゃないかとか、あるかもしれないですけど、一旦我々の予想は、まあ、4231ということなんで、まあ、トスのサポーターの皆さんも、俺やったらこうするな、みたいな意見があれば、ぜひコメントください。お願いします。というわけで、じゃあまあ開幕を待つのみっていうところになってますんで、また今シーズンもトス期待して応援していきましょう。はい、とりあえず開幕勝利を期待して応援していきます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。